身長のわずかな縮みも死亡リスク上昇と関係。身長がわずかでも縮むことが死亡リスクに影響するという研究結果が示されました。この研究は40歳以上の約22万人の日本人のデータを分析して行われました。その結果、身長が2年間で 0.5 センチメートル以上縮んだ人の死亡リスクが 26% 上昇することが示されました。このような結果は、身長の変化が健康状態や生活習慣の変化を反映し、それが死亡リスクに影響を及ぼす可能性があることを示唆しています。アマゾン、ふるさと納税に来春にも参入へ、仲介競争さらなる過熱化。アマゾンが来年春にもふるさと納税の仲介事業に参入することが検討されていることが明らかになりました。現在、楽天などの国内4社がほぼ市場を独占しており、自治体向けの手数料も高騰しています。このような状況下で、外資系の巨大プラットフォームが市場に参入することで、競争環境が大きく変化する可能性があります。今年に入り、複数の自治体がアマゾンから提案を受けたそうです。独自の配送サービスをアピールし、仲介市場への参入を目指しています。厄介者のカメムシを食用化、葛巻高校が最優秀賞を受賞、 SDGs のアイデア発表する大会、岩手県で初開催。葛巻高校のチームが最優秀賞を受賞した大会は、 SDGs のアイデアを発表する取り組みの一環です。その中で、葛巻高校のチームが提案したアイデアは、厄介者であるカメムシを食用として利用することで、地域の持続可能な発展に貢献するというものでした。このアイデアは、地域の環境保護や食料安全保障の面で効果を持つ可能性があります。カメムシは一部の地域で害虫として問題視されていますが、それを食用化することで、地域の生態系のバランスを保ちながら、新たな食料源を生み出すことができます。ミステリー。やめてくれや。牛乳とかおからとかだだしててるからさ、食料なん食料なんて言われても、何がなんか足りないのって、で税金もなんか足りないって言うでしょもう何、もうこのジャパンは足りないものでいっぱいなのかしら。もうちょっと考えることもさ、ね、補ってほしいカメムシカメムシっすか。あ、おばちゃんちょっと悲しくなってきちゃった。 NATO がね、冷戦時代に逆戻りしてきてんだって。スウェーデン加盟で32カ国兵員331万人、国防費156兆円の巨大軍事同盟に、アメリカ主導の軍事同盟NATO にスウェーデンの加盟が決まりました。スウェーデンとしては19世紀から掲げてきた中立非同盟の外交方針の大転換でね、この NATO にぜひ日本もって言ってる人いんのね。おばちゃんは関わらない方がいいと思う。だって金だけ取られて何かあっただけだよね。えもう EU とか、まあ、ヨーロッパの方ってさ、もう平和ボケしちゃってるでしょ。で結局さ、まあ、日本もそうじゃん。なんかあったらいかんでって向こうもでもそれは著作権侵害で訴えてもいいかと思う。だっていかんは日本のお家芸でしょ。お家芸っていうか、もう伝統芸能になっちゃってるからさ、ねえ、向こうの方でなんかいかんだって言ってもさ、結局何もしないんだからさ、それはもう著作権の侵害ってのは、いや、でもなんていうのかな、日本よりも、まあ、ヨーロッパ、向こうの方、いや、何も、もう、ボケちゃってるわよね。アメリカが何とかしてくれるっていう、もう、感覚でしょ？欧州はもう、本当に。
だってあれ、しつけはするけど責任取らないじゃん。困ったもんなのよね、うん。中国の原発、トリチウムがなんか、上限超えちゃって、福島第一処理水の最大の9倍放出してんだって。中国の原発が2022年に放出した排水に含まれる放射性物質トリチウムの量が東京電力福島第一原発処理水の年間放出計画量の上限と比べて最大9倍に上ることが9日中国の公式資料で明らかにしちゃっててさ、日本のね、水産物がどうのとかって、もうやってることヤクザじゃん。なんかの、なんかみんな平和にとかってさ、お祭りの日にさ、お餅とかなんかいろんな食べ物とかさ、ね、みんなに触れま、配ったりしてるじゃん。もう炊き出ししたりとかさ。でも一番悪いことしてるのは、その人たちじゃない。いや、もうもうめちゃくちゃ。でも、おばちゃんさ、去年、いろいろ見たニュースとかさ、ブログ記事でさ、もう、これはもう、ぶっ壊れてるっていうぐらいめちゃくちゃなやつがね、もうダントツで一番のやつがあんのよ。ある奥さんが、なんか同窓会出た時に、昔好きだったなんか男子生徒、まあもう、30いくつになって、とてもかっこよかったんだって。浮気して、で、そのままなんか付き合うようになっちゃったんだって。で、それが旦那さんにバレて、まあ、離婚届提出されたと弁護士に雇われて、慰謝料とかも請求されたんだって。で、みちゃんで、なんかその奥さんが相談したんだけど、え、私女ですよって。みんなさ、はって。え、浮気したんでしょ？で、慰謝料請求されて、あと離婚届叩きつけられてもしょうがないと思うけど、え、何言ってんのって言ったらさ、え、でも私女ですよ。で、ぶっ壊れてるでしょ。びっくりしちゃって。同時お姫様抱っこの人数でギネス記録、カンボジア。カンボジアで男性245人が参加し、それぞれがパートナーを抱き上げて、お姫様抱っこが行われました。この一風変わった挑戦では、男性たちは片方の腕でパートナーの足を支え、もう片方の腕で背中を支えて、1分間姿勢を保ちました。その結果、参加者たちは成功し、ギネス世界記録の認定委員によって公式記録として認定されました。動画、災害で完全に水没する中、唯一動くイスズのトラックにアメリカ軍が驚愕。東日本大震災の時に自衛隊のほとんどの車両が津波で水没して動かなかった。そんな中、イスズのトラックだけは動いてアメリカ軍を驚かせたっていう話があるけど、これを見ればイスズのトラックだけ動いたのも納得できる。普通車はもちろん、自衛隊車両ですら水没で動かない状況で、単に給排気口の位置が水面上にあるという理由だけでなく、水圧でフロントガラスが割れず、エンジン性能&車両性能も抜群でした。イスズのトラックが強いことが世界的に証明されましたね。52歳の巡査部長、めんどくさい、通報を受けたのに必要捜査を怠ったか、犯人隠避容疑で書類送検、懲戒処分を受けて依願退職、兵庫県警。兵庫県警の巡査部長が犯人隠避の疑いで書類送検され、停職3ヶ月の懲戒処分を受けた後、依願退職しました。巡査部長は通報を受けたにもかかわらず必要な捜査を怠ったとされています。特に男性からの通報を受けた際には警察署に報告することはしたものの適切な捜査を怠ったとされています。巡査部長が報告を怠ったことで犯人隠避容疑が浮上しました。彼は警察署から被害届を提出するよう指示された際には、めんどくさいとの理由でその命令に従わなかったと述べています。この事件は警察の業務において不適切な行動があったとして注目を集めています。巡査部長が懲戒処分を受け、最終的には依願退職しました。これももうめちゃくちゃなんだけど、中国で
国会にあたる全人代が開かれてさ、住宅部門のトップが低迷する不動産市場についてなんか破産すべき会社は破産しなければならないとね強調したんだって。住宅あと都市農村建設省のトップが不況が続く不動産市場について資金断絶などのリスクに直面し安定させるのは極めて困難な任務だと認識を示したんだって。さらに巨額の負債などを抱えて経営能力を失った不動産関連企業について闇雲に救済はせず、だからとにかくもう潰しちゃうっていうんで助けないんだって。だからね、家買った人とかマンション買った人とかも焦げ付いちゃうっていうか、そのね不動産自体持ってかれる可能性とかさ。いやでもね不思議なのよ、ね、子供の代まで借金っていうかローンを組んで今更こんなとこ出てきるかっつってさ家にしがみついたとするでしょ。でもなぜかねその一軒家とかマンション一言消えちゃうのよ、ね、もう中国のミステリーなんだけど、チャイナミステリー、その中で独自住んでる人も一緒に建物ごと消えちゃうのよ。どっかになくなっちゃうの。あれって引き田天功かなんか関わってんのかしら。なんかトリックがあるんでしょ。だって人ごとなくなるなんてそんなありえないじゃん。だからイリュージョンってことなのかしらね、チャイナイリュージョン。人ごといなくなっちゃうのよ。なぜか怖いわね、おばちゃん。なんか体がブルっちゃってんだけどだって一家そうもう全員消失しちゃうのよ。こんななんかねイリュージョンなんて他の国で見えないもん、うん、不思議な出来事ね。これもなんか全人代でなんかすごいことが発覚したんだけど、軍のね首脳が偽の戦闘力を取り締まるとね発表したんだって。不正によって諜報軍の戦闘能力が目標とする水準に達していないことを問題視したと見られて、まあ、こういう発言が出たんだって。ネットとかで言われてるけど目標ってもう常に高いじゃん、信じられないほど中国だから。その軍の要求に応えるために例えば1しかないのに10とかって言っちゃったり、あとさ弾の中とかの火薬とかなんか砂とかに変えちゃったりして、なんかその火薬をさ裏ルートでなんか横流ししたりなんか売っちゃったりしてる人とか多分ゴロゴロいると思うのよ。で本当に空気中に入れ替わってたりとかさあり得ると思うのね。実際ハリボテなんじゃないかなって言われてんのよ。で自衛隊の能力を超えたって言うけど、性能とかあとは安全性、あとそれをさ維持するためのメンテナンスとかさ、どう考えてもだってちょっと今事情厳しいからはっきりねちょっと言えないけどちょっとぼかしちゃうんだけど、ラティアとかにさ中国製の、まあ、兵を送る、まあ、例えばさ装甲車とかさそういうなんていうのトラックみたいなやつあるじゃん、軍のそういうのの性能がちゃんとしてれば、あとラティアもお金あればなんか買ってると思うんだけど、この間のニュースおばちゃんびっくりしちゃったんだけど、ゴーカートみたいなやつ、あとゴルフ場のカートみたいなやつとかさ、そういうのを送って、ロッティアがなんて、ね、その、シューマイ、今、現地に送られてきたばっかりね、もう、人の盾に、そういう人、まあ、乗せて、移動してるとかいうニュース見て、なんじゃこれ、ちょろちょろ走ってるし、やったるわって言って次から次へと撃沈されてるとかってニュース見たのよ。カートよ、装甲車とかさ、いや買ってもちょっと信用ならんし金もねえし、そんだったらカートでいいわってことだと思うのよ。そのことから見てもてかさ、いやもう信じられない。いやカートとかってカートバナナの皮とかさ、うん、それマリオマリオカートですか。いやでもこのニュース見てね、その映像とかも出てたの、あと写真とか。最初頭バグっちゃったの、えカート、えどういうことって。いろいろ2ちゃんとか書いてる人もいて、多分でも高いの買ってもなんかその性能てか、まあ、疑わしいし、そうだったら安いのもいいの、でもカートよ、びっくりしちゃった。
あんな感じだったらまだ千葉の方のね、どっかの公園で、パンダのね、形したカートがあっても、周り、タイヤのゴムかなんかが設置してあって、ぶつかっても、ボヨンヨンってなるやつ。あれだったらね、いい標的になるから。あ、そっか、ダメか。衝撃動画、中国、船でマンションを運搬、どこでも我が家、わらわらわら。中国で行われた船によるマンション運搬が話題を集めています。パラノーマルチャンネルが投稿したこの驚くべき事象は、多くのユーザーから反応が寄せられました。マジで？旅行に行ってウミガメの肉は絶対に食べないでください。致命的な食中毒で9人死亡。アフリカタンザニアの自治領であるザンジバルでウミガメの肉を摂取したことにより9人が亡くなり、数十人が病院に搬送される事件が発生しました。現地時間の9日、AP 通信によると、現地当局はザンジバル諸島内のペンバ島でウミガメ肉を食べた住民のうち、子供8人と大人1人が亡くなり、さらに78人が入院したことを明らかにしました。亡くなった大人の1人は、子供のうち1人の母親であり、解剖検査の結果、すべての亡くなった人々がウミガメ肉を食べたことが判明しました。ケロニトキシズムという食中毒を起こす恐れがあります。ザンジバル当局は住民にウミガメを食べないよう呼びかけるため、災害管理チームを現場に派遣しました。ウミガメの肉はザンジバルでは一種の珍味とされています。マイナカードの情報でネットバンク口座を無断開設か、70代女性が1400万円騙し取られる。北海道警察の札幌厚別署は、8日に札幌市厚別区に住む70歳代の女性が、約1400万円を詐欺に遭ったことを公表しました。被害者の女性のマイナンバーカードの情報などを使用し、彼女の名前でインターネットバンキング口座を不正に開設し、資金を振り込ませたとみられています。警察当局は、この事件が新たな特殊詐欺の手口の一環である可能性があるため、市民に警戒を呼びかけています。今もう埼玉県の川口市で、自警団がもうパトロールしてんだって。警察頼りにならないっていうんで。あと、地元の お先生と呼ばれてる政治家さんとかも何もしてくれないじゃん。でも犯罪半端じゃないことになってるでしょ。だからね、クルドの人とかをもう見守る、なんかそういうパトロールしてんだって。で、繁華街で、まあ、チャイナ系の同族同士のいざこざとかもあって、まあ、クルド系だけじゃなくて、もうそういう、まあ、チャイナ系の人たちの、まあ、そういう争いとかも、もう自警団の人たちがいろいろなんかやってくれてるみたいよ。もう埼玉県警いらないんじゃない？自警団の人とかにさ、バッキンバッキン弾が出るやつ持たせてあげてさ、警棒とか、うん、それでなんかもう埼玉県の治安を維持するしかも方法ないと思う。だってやる気ないんでしょ。うん、地元の先生たちももうやる気ないからさ、自警団の人にいろいろ危ないじゃない。防弾チョッキとかさ、ね、いっぱい送ってあげて、うん、だから埼玉県警いらないと思う。そういえばね、都内の電車の中で、トコジラミかなんかもね、シートのところにね、なんか、うにゅってなんか、なんか可愛い顔して、こっち向いてる写真とかツイッターでさ、見たんだけど、まあ、しょうがないと思う。こないださ、歌舞伎町の方に仕事で行ったのね。したらさ、路上生活してる人の、まあ、そういう、まあ、人たち集まってる列の中に、みんなテントとかさ、設置して寝たりしてるでしょ。段ボール引いたり。その中に、焦がなくてもいいさ、もう、ね、アクセル吹かすだけでさ、動く、電動のさ、めっちゃ高い、タイヤのさ、ぶっとい、自転車あるじゃん。止まってんのよ。で、すごく新品そうな。で、テントも、なんていうの、高そうななんかテント。
かってさ、弾いて、で、中から音楽が、てんてこてんてこてんてこって鳴ってんだよ。で、そこから出てきた男の子がさ、髪の毛ピンク色でさ、もう綺麗な服装してんのよ。今風の、もう20前半ぐらいの子。で、そのさ、近くとかにも、ダンボールの家を建ててる男の子だったんだけど、その子も若かったのよ。で、なんかラックかなんかに、アニメっていうか漫画もいっぱいさ、並べてんのよ。で、おばちゃんが見た中で、あれ、アンデッド・アンラックと、キングダムだ。がね、もう多分前回揃ってんじゃないめっちゃ並んでて。でね、なんていうの、コンロかなんかでさ、銀紙のさ、なんで、なんか鍋みたいなやつあるじゃん。あれで、なんかおうどんかなんか煮てんのよ。力持ちみたいな。で、仲間うち、みんな綺麗な感じ、服装してんのよ。今風の、小綺麗な。アクセサリーとかもなんか、それつけすぎじゃねってぐらいジャラジャラつけてて。でね、歌舞伎町の方でさ、まあ、仕事を、なんて一緒にしてる教育会社のさ、お兄ちゃんから聞いたんだけど、地方からとかと、ちょっとしばらく歌舞伎町とか新宿の方で遊びたい子たちが一時的になんか設置して、そういうテントとか段ボール、そこで生活してんだって。え、今寒いじゃん。家帰ってもよくねって言ったら、いやいや、だって暖房器具とか設置してるから大丈夫だよって。え、電源はって言ったら、なんかバッテリーかなんかホームセンターかなんかで買って、よく、だからその協力会社さんの、なんか担当してる建物の前とかでテント設置して、そのバッテリーとかでなんかね、テレビ見たりとか、まあインターネットやったりとかいろいろやってて、で、大音量でもさ、もう昼間から、もうそこにずっといいんだって。なんか最近増えてるらしいのよ。快適そう。快適そうなのよ。でもやっぱり路上で生活してるわけでしょ。で、やっぱりどっか行くとき電車に移動してるじゃない。それは快快ですよ。それは快快ですよ。で、おばちゃんが歌舞伎町でね、その見た特に段ボールの家設置してる男の子さ、なんか友達から借りたお金返してんのか、なんかめっちゃ万札いっぱい入ってるさ、からさ、5、6万渡してさ、なんか、すまなかったね、みたいなこと言ってんのよ。お金あんの？ビジネスホテルとかの方が良くないと思うんだけど、何？それが今流行りってことなの？え、現代風のヒッピーってことなのかしら？みんななんか快適そうなのよ。なんか楽しそうな顔してるし。寒いよ。快快になっちゃうよ。いや、でも、銭湯とか行けばいいんだしね。でもね、そういう子、歌舞伎町がすごい増えてきてるのよ。でも、快快だけはちょっと気をつけてみんな。そういうとこで生活してても、外は快快になっちゃうから。ね、特に女の子、ママ子に虫入っちゃうわよ。ほんと気をつけてちょうだいね。NEC 製造現場のカメラ映像から人の作業内容を自動認識、時間計測、ものづくり DX 映像 AI 分析ソリューションを製品化。NEC は製造現場のデジタルトランスフォーメーションを推進するため、映像認識 AI を活用した新製品 NEC ものづくり DX 映像 AI 分析ソリューションを製品化し、その活動を開始すると発表しました。この製品は製造現場で撮影された映像から人の作業内容を自動で認識、時間計測することが可能です。NEC 独自の映像認識 AI を活用し、複数の映像認識 AI を統合しています。あらかじめ AI に人の姿や製品、工具などを学習させているため、追加の学習作業が不要で、マウス操作によりノーコードで様々な作業の検知モデルを作成することが可能です。この製品を使用することで、ものづくりの形態や製造現場の環境に関わらず、人の作業を効率的かつ網羅的に可視化することができます。これにより、人員配置や作業手順の最適化を実現し、生産性向上や品質安定化、安全性向上などに貢献することが期待されています。
NEC のものづくり DX 映像 AI 分析ソリューションは、製造現場のカメラ映像から人の作業内容を自動認識、時間計測することで、製造業における DX の進化に貢献する製品として注目されています。チンポジ変えるのも認識されるのでしょうか。チンポジ変える自由だけは認めてほしいです。独自、自民党青年局近畿ブロック会議後の会合で過激ダンスショー、口移しでチップ渡す姿も、費用は党が支出。昨年11月の会合で、自民党の若手議員らが参加した際、党和歌山県連が主催し、会場に下着と見まがうような露出の多い衣装をまとった複数の女性ダンサーを招いていたことが明らかになりました。産経新聞が入手した動画には、参加者がダンサーに口移しでチップを渡す様子も収められています。支出は党本部や県連が負担したものの、公費が含まれている可能性も指摘されています。企画運営の川端哲也県議は、多様性の表現として出演を依頼したが、一部関係者から強い批判があり、以下しどろもどろと言ってくれちゃってます。議員ってこんなのばっかじゃないっすか。それかねてばっかりだから。ここで NEC ものづくり DX 映像 AI 分析ソリューションを活用してはどうでしょうか。もうこういうのでちゃんと働いてるか監視するしかないと思います。NEC さん、お願いいたします。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。